えー、3月15日日曜日の開幕に向けてもう今皆さん必死に練習をしておられますが改めて小池口選手ご紹介させていただきたいと思います私と同居で岡山県のご出身で多摩の高南高校の在学中から18歳以下の日本代表に選出されまして3年生の2003年セレッソ大阪に特別指定選手として登録されましたえその後ジェフユナイデッド千葉セレッソ大阪 を経まして片荒れ富山で5年目になるということなんですが、はい、今年から GM がやってまいりまして、はい、どうですか GM がやってきたカターレ富山は今までとちょっと一味違いますかねそうですねまあ, <laughs> あの選手もいろいろ変わってあの新しいカターレになっていると思います、うん、あのそんなに話すことは時間はないんですかねそうです、うん、あまりないですね<ー>、はい、監督とはどうでしょう まあ監督とは、まあ、キャンプで面談して、まあでも、ちょこちょこ話してるぐらいですかね。うんうん、あ、そうなんですね。はい、え、監督も先週お越しくださいまして、まあ、ハードな走り込みをやっていて、怪我人も続出というような話があったんですが、小池口選手は今大丈夫ですかいや、まあ僕も今怪我してて。<あ>はい、え、本当ですかどこ、はいね、あの、膝をちょっと怪我してて。あれちょっと大変じゃないですかまあ。 あの、なんとかその開幕に間に合わせれるように、うんあ、今はちょっとリハビリしてますけど、ね。あの、練習内容なども随分変わったんですかねそうです。まあ、去年と比べたらやっぱり、その、ハードにすごいなってるし、うん、あの、選手はすごい頑張ってますね、ああ、選手のこう盛り上がりも、えぇ、ー、J2 復帰に向けて、行くぞみたいな感じで。そうですね、あの、みんな、 強いその気持ちを持って今、練習やってますけども、ね。うんはあ、あの質問が来ておりまして、ラジオネーム、道夫さんです。今年のカタール富山は、去年のカタール富山とどこが違うのか教えてください。ということなんですが、そうですね、どうでしょう、例えば、チームカラーは青なんですけれども、去年のカタール富山と今年のカタール富山を色に例えると。まあ、そうですね、去年はまあ、青で。うんえー 今年は赤じゃなないかなとあ、はあ、あの岸野監督の帽子が、ね、今までずっと赤だったので,そ,で、ね、そのイメージもあるのかもしれませんが、はい、なんで赤いや,やっぱり暑い,いですか練習も、はい、ものすごいハードで熱い監督なので、あのー、やっぱ熱いというか怖いですかいや怖くはないですけどね<ー>でもやっぱ厳しいあの監督なので。うん なんか面白そうな一面ものぞかせているような気はするんですけれどもやっぱりコーチと監督のやり取りは見てても面白い、はいうん <laughs> えー、柴田コーチ、ね、フィジカルコーチとのやり取りですかはい、なんかもう激論が交わされてるんですかまあ、なんか、はい。いっぱい、なんかこう、文句言い合いながら二人でやってますけど。<laughs> え、それってあのー、えー、練習を見に行ったら、はい。聞こえてきますかね、はい、聞こえるかどうかちょっとわかんないんですけどね。は,<ー>はい。いや、とにかく本当岸野監督熱いですもんね。そうですね。へぇで、あの、コケ口選手なんですが、去年は背番号が10番でした。はい。で、今年は9番。 ということなんですけれども、はい、そこに何か心境の変化みたいなものはありますかまあそうですまああんまりないですけど、うん、まあでもあの10番って言ったらやっぱりもうチームの中の中心の人がつけるので、ええ、その荷が降りるというかちょっと気持ち楽になりましたね。 まあ10番って重いんですね、まあ、そうですねじゃあ、日本代表の香川選手の気持ちもなんかよくわかるみたいな <laughs> そうですねあの、背負ってるので。ああ、でも9番もこう背負ってますよね。9番も、まあ、あんまり僕は変わらないと思ってるんで、重いですよね。そうで,すねで、そんな小池口選手にまたまたメッセージが来ておりまして、ラジオネーム、カタカタさんです。 ご結婚おめでとうございます。ありがとうございます。今年はより体調管理を整えて、ぜひシーズン通しての活躍を見せてください。同じくラジオネーム、みちさんからもご結婚おめでとうございます。毎年ホームゲームではゴール裏の1階の最前列で家族と一緒に応援しています。今年も全試合、新しいユニフォームを着て応援に行きます。開幕戦が待ち遠しいです。 というメッセージをいただいていますが、あの結婚されたのはいつなんですか？あのー、まあ式は12月の17日に挙げたんですけど、おめでとうございます。ますえっとどちらで？あの京都で挙げました。奥様はどちらの方なんですか？あの富山の人です。じゃあ古口選手。 よかったです富山の方と結婚されますとね、はい、富山に長くいていただけそうな気がしますもんねじゃあ、間を取って京都で結婚式だったんですかあそうですね、はい、奥様はお料理上手なんでしょうかあもう全部作ってくれますね、朝昼晩や,やっぱりね、プロの選手じゃないですか。はいこう 体調管理っていうのがとても重要になってきますよね。そうですね。なので、はい、奥様大変だと思うんですけれども、お料理、お好きでいらっしゃるんだ。いや、まあそうですね。もう本当に忙しいと思うんですけど、<ー>作ってくれますね。うわーえ。じゃあ、奥様が作ってくださる料理で一番好きなのはうわー、そうですね。試合前にいつも作ってくれるミートパスタ、ね、おおあ試合の前の日はもうミートパスタなんですかもう決まってますね。え、それは何あの、これ作ってって言われるんですかいや、あのー、 特にはなかったんですけど、<え>あ、それがちょっと良かったので。あ、なるほど。 あのう、弦も担いでっていうことなんですかね、ねはい、へえ、あのミートソースは袋麺からこう出してくるやつじゃなくて、ますごい、今、聞いてらっしゃいますでしょうかねいやあの、ま、奥様のためにも、そしてファンのためにも頑張っていただきたいんですが、開幕戦は3月15日の日曜日ということで、けががちょっと心配ですけれども。そうですね、うん いや、もうとにかく、しっかり直してから、<え>あの、で、しっかり、あの、ハードな練習をして、どうにか、あの、開幕に間に合わせるように。うん はい、頑張りたいですね頑張っていただきたいと思います開幕戦でゴール期待していますというメッセージ通り、はい、期待してていいでしょうかそうですね、はい、決めれるように頑張りますお願いします、はい、え今日はフォワード背番号9番のコケ口拓也選手にお話を伺いましたこのコーナーでは選手やスタッフへの質問応援メッセージをメールファックスでお待ちしていますファックスは番 メールはスタジオ3アットマーク KNB.NE.JP ですカタール富山の情報はホームページにもアップされていますし Facebook、Twitter には公式ホームページもありますのでぜひご覧くださいではコケ選手けがしっかり治して頑張ってください、はい、今日はどうもありがとうございました